はい、どうもこんにちは。デラキュラスチャンネルのデラキュラスでございます。本日ものすごいニュースが飛び交ってきました。7月8日からテレビ東京系にて朝9時から放送されます新番組ウルトラマンジーロ、ついに新たなウルトラマンの情報が解禁いたしました。なんと驚きの設定がビリアルの息子ということで、ビリアルの遺伝子を持ったウルトラマン、新たなウルトラマンということで、まあすごい設定のウルトラマンが来ましたよ。まあそのビリアルの息子という運命に循環ながら上がっていくという、まあ、ストーリーになるんですかね。で、脚本がね、いついちさんという方でね、僕はあまり存じ上げないんですけど、小説家の方らしくてですね、そして監督が坂本浩一監督でございます。坂本監督はね、今放送されております、ウルトラファイトオーブ、そして、ウルトラマン銀河 S、ウルトラマン X にも、参戦いたしまして、ウルトラ銀河伝説、ね、大怪獣バトル、ウルトラ銀河伝説で、ウルトラマンゼロとウルトラマンビリアルも描いておりますから、まあ、坂本監督はね、いいんじゃないかな、というふうに思います。そして、これまたすごいのがですよ、ウルトラマンジードの変身する、人間体朝倉陸を演じる役者さんが、なんと、ビリアル銀河帝国にて登場した浜田辰臣くんが、ウルトラマンジードに変身するみたいでございます。これも驚きですね。16歳。若いね。うん。今回もフュージョンアップ的な、フュージョンする的なことがあるみたいで、今回はフュージョンライズってみたいですね。カプセル。ウルトラマンのカプセルを使って変身するんだそうな。すごいですね、カプセル。カードよりも、ぶっちゃけカプセルの方が、ウルトラマンらしくて僕は好きです。もちろんカードもね、集めてすごい楽しいですし、カード良かったんですけど、まあ、カプセルって、ね、やっぱウルトラマンっぽいじゃん。ね、セブンのカプセル怪獣、メビウスの負けた怪獣。カプセルってやっぱウルトラマンっぽいから、この辺はすごく集めるのが楽しそうだな、と。いった感じでございます。変身アイテムがジードライザーっていうみたいで、下の説明欄にね、ツープレイヤーのホームページを貼っておくので、そこから確認してみてください。カプセルもジードライザーもものすごくかっこいいです。そして、ウルトラマンジードのデザイン、ビリアルのね、ビリアルのデザインを元にしつつも、またね、斬新なデザインのウルトラマンが来ましたよ。青めのウルトラマンってことで、まあ、ウルトラマンパワードみたいな。パワードみたいな青めのウルトラマンということで、いや、これまたね、かっこいいですね。フィギュア映えしそう。ものすごく、また、いいウルトラマンがね、来たなと、いった感じでございます。7月8日から土曜日ね、始まりますから、これ、楽しみですね。まあ、ゼロも、ね、多分出るだろうし、うん、ね、すごいね、セブンゼロ。ね、ビリアルジードみたいな、すごい、なんか、関係性がもう、すごいね。しかも、一旦、ウルトラゼロファイトで、こう、ゼロの物語が終わったのに、また、ゼロが帰ってくる。この辺もまあ、熱い。もちろん、ウルトラマンジードということで、新番組なんでしょうけど、まあ、僕的には、その、ゼロ、その、ゼロの物語にも、一区切りつくんじゃないか。期待しております。ウルトラマンビリアルがどういう立ち位置で出てくるのか、もう楽しみですし、ね、フュージョンライズ、この辺も楽しみですし、いやー、ウルトラマンジードは楽しみですよ。はい。あと、まあ、気になることといったらですね、そう、ウルトラマンって結構監督がね、何人もいて、それを何人かで合わせてって感じなんですけど、ボーグの時もそうだったじゃない、田口監督の人に、阿部監督とか、うちの監督とか、いろいろましたけど、そういう風になるのか。で、坂本監督以外にも誰か監督をするのか。この辺も楽しみですね。ちなみに全25話って楽しみです。とりあえず、始まる前からブブー言うのあんま好きじゃないんで、今回はね、こんな感じの動画になりたいと思います。はい。ということで、ウルトラマン柔道楽しみですね。ということで以上、デラキュラスでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。デラキュラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上、デラキュラス。
スでした。バイバイ。